せーの、大乱闘スマッシュブラザー。はーい、というわけでおはようございます。キレと申します。いやー、前回から何ヶ月お前いつも久しぶりだな。いや、今回はね、前回の収録と違ってファイターパスで、まあ、5体勝手にもうババババーって来たわけですよ。はい、まあ、買ってたんでね、ファイターパスそのものは。はい、なのでその5体がね、追加されたんで、あとね、もう一つ報告いたします。この度私、ゲームキューブコントローラーを買いました。ついに、いよいよね、プロコン使ってたのに、いよいよゲームキューブコントローラー、コントローラーばっかりでも足元にね、コントローラーがいっぱいある。で、ぷよぷよテトリス用のコントローラーもあんのに。いやー、もうコントローラーばっか買ってますね、僕。コントローラーばっか買ってね、実力の方はね。はい、というわけでね、ここ、ほら。勇者とか、まあ、ジョーカーは知ってると思うけど、前の時から。ほら、バンジョー&カズイ、テリー。そして、ベレとベレス。追加されました。いやー、触れてねえわ。友人と会った時にちょっとやるだけっていうさ、このね、なんもやる気しない感じね。いや、たまにはちょっとスマホの収録でも撮ろうかなと。はい、思いまして。というわけでね、まあ、軽くやっていこうか。うん。よっしゃー、ダウンロードコンテンツ。え、課金の力ってもん見せてやんよ。お、勇者行くぜ。さあ、勇者ですよ。お、貯めてる。ほら、テンション貯めてっから。いらねー。で、敵のレベルはね、7にしときました。どうせ僕のことなんで、レベル9勝てないんで、どうせ僕のことだから。オッケー。おい、あ、ワイヤー復帰か。そうやな。なんか友人とやった時にちょこちょこね、ダウンロードコンテンツキャラ見たんだけど、実際ね、実機で、起動するのはね、前回の収録以来、ないんですよね。お、なんやなんや、飛ぶ、飛んだ、おらさて、何しようかな。そうそう、これでね、飛びたっと。何してんの、おらよ。いよ、ラリホー。うわー、寝てる、うわー、寝てるのに。ゲームキューブコントローラー全然違うな。こうしてみると、魔人斬りやろ。何をしてるんだ俺は。今ぞ、ほら。この B 下でなんかね、コマンド選択みたいなのがあって、それでね、応じた技が出るんだよね。ほらよ、その銃強えな、ジョーカーな。ジョーカーはね、うちの友人で言うと暗い角のあたりがよく使ってんだけどね。全て今植木の攻撃外してたよ今。見事に。やべ、それやめろ、その上からの銃やめろ。お、デイン強いな。おら、なんであいつ飛びたかね。コンピューのジョーカー飛びすぎちゃうか。あー、待って、考えさせて。考えさせてはおかしいでしょ。なんか全然違う。ジャンプの感覚は今までと違う。ゲームキューブコントローラー、すべてが新しい。そう、今すべてが新しいからね。ファイターも新しいし、コントローラーも新しい。ついでに言うとステージは俺の。あ、マジ？うまいなぁ。7なのに。ホイミ、目の前で。おらよ。なんや、これどうなった？どこ行った？勇者どこ行った？あー、姿が見えない。おいしゃー、オッケー。7ぐらいがちょうどいいな。7ぐらいがちょうど勝たせてくれるレベルだよね。そうそうそう、そういうの大事だから。勝たせていくスタイル大事だから。俺他の人たちにうまくねえからよ、他の人みたいに。だから勝たせてくれる相手って重要なんだよね。マジ？つかみ当たんねえか。オッケー。ビギャマ！おい！お、いいよ！おいしゃ！ここで見てよ！なんや？うっ、ここだろ！あー、それで当たんねえんだ。おい！いわずん！いや、でも全然 GC コントライダーと違うな。うん、違う。全然、もう。
ちょっとね、ただでさえ下手くそな動きがね、挙動不審、あ言い訳してたら終わった。さて、バンジョー&カズイでやるか。なんか横 B が超強いんだよね。俺たちいつも、いつものね、遊んでるメンバーでやるんですけど、バンジョー&カズイ横 B が超強い。敵を勇者にしてみました。少なくとも俺の勇者は、これが強い、超強いから。無敵だからね。なんか回数制限のある無敵？ OK！ うまいね。今のうまいな。どうやってやったんだ？ここで横 B。あ、バンジョー&カズイはね、なんか肉弾戦キャラやな、こうしてみると。あ、なになに、どこ行くんや技の使用理解してなかった。空中下、そういうやつなのね。空中下は何、自分で落下しちゃうのね。自由落下しちゃうのね。あ、なんや、なんや、なんか出した。飛び道具ある。やべ、勇者のリーチをかいくぐれ。ほい、ダメか。おい、なんや、うんこなんや、うんこやあかんって、YouTube でうんことか言ってるあかんやつ、あかんやろちょっと待って、このキャラ難しい。くそ。ほら、あ、2回止める。ここはい、くそ、あ、そうのか、できるのか、できるのか勇者の直線上に立ちたくねえわ。はい、よし、マジか、やばい、やばい、かなり強い。あ、やばい、なあ、取られた、取られた、ここだろいや、難しいぞ、これ勇者が強いぞ。嘘だ、勇者強すぎだろ。おい、勝たせる流れだろ。あー、無敵といえどもラリフォーはかかるのか。なあ、もう無敵でもラリフォー当たるか。そうか、やべ、イストックも落とせてない。もう心理的不利よ、心理的不利。無理か、やばい。おお、ダメだ、横強がうまく出ねえ。出たところで勝てるわけでもないここくそ、よっしゃ、おれおら、よっしゃ、イストック待っとった。あと2イストックあんのかよ。7だぞ、7だぞ、向こう。俺負けるとかありえんのか。あー、空中ジャンプない。おーし、まだまだ、俺から、こっから俺の恩苗字見せてやっからよ。頑張れ頑張れ頑張れ、バジャーの風、課金の力っても見せてやるぜ。俺の怒りってやつを教えてやるぜスマブラやってる時、みんな大体みんなこんな感じなんだよな、テンション。ここは、いい、嘘だろ。あ、あ、ちょっと待って、頑張れ、助けてもらった。頑張れ、よし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 。まだこっから、俺プロレスラーだからさ、俺プロレスラーだから相手にちょっとおっと思わせて、最後はやっぱ強いんだなってとこ見せるのよ。弱いんだけどね、強くないんだけどね。あー、垂れない、頑張ってキャラ性能に振り回されただけやで。よっしゃ、ゴーゴーよし、当たった、なんか知らんが当たったっぽいぞ。よし、行ったんちゃう。おい、よっしゃ、ここから 120% やないか。あー、もう熱々、頑張れ。わというわけで、今度はね、あの、知らぬい舞が出てることで有名なね、格闘ゲームから、テリーの参戦でございます。よっしゃ、これはね、あの、竜みたいなコンボキャラなんですよ。要は、近接的な、近接するコンボキャラ。一応飛び道具は使えます。波動拳的なね。お前、なんだそれ、俺のバンジョーの数の動きとちゃう。来た、パワーダンクこのね、A からのパワーダンク、これがめちゃくちゃ強い。これだけで勝てる。これするだけで勝てるから。うちの友人からのね、あ、うちの友人からのプレイならね、これするだけで勝てるから。ああ。うちの友人間だけなら、これするだけで勝てるよ。ダンダンダン、はい、パワーダンクこれするだけで勝てるよ。うちの友人間ならこれで勝てるからな。よっしゃ。
バンナクオ、オッケー。これコマンド押しでやっぱりね変わるんですよ、ちゃんとちゃんと コマンド押しで変わる。コマンドは知らない、ちなみに。なんかちょっと簡単なのを教えてもらった。あー残念か。これパワーダンクでいけるからね。もうパワーダンクだからね。ジャック入った瞬間勝ち。入った、パワーダンクイエーイ、カモンカモン。いやいや、ずるいずるい、これはもうずるいよ。竜とか剣より、まあ僕からするとお手軽よね。ダメか。パワーウェイブ。一応牽制もできる。あぶね、今うまいことかわしたな。バナコー、やばい、あぶね、あぶね、やばい、やばい、やばい。お、よし来た、パワーダンク、バン2、バナコー、オーケー。さあどうする。あー、ダメか。うわー、無敵。ここで無敵使うあたりうまいよな、マジか。おーし、お、どうだ、ここだよ、クソ、ちゃ、パワーダンク。ゴリ押し方、ゴリ押しててクソやで、もうクソ、やばい、あぶねえ。あー無敵か。でももう無敵使えねえだろ、お前、お前もう無敵使えねえからな。オッケー、おりゃー、横スマ。まさかの横スマっていうね。さあどうする。よっしゃ、来た、パワーダンク。着実にパワーダンクで貯める。さあどうする。はい、オッケー。あー、ダメか。オッケー、バーニング、先を先をバーニング。はい、コンボ系キャラだからね。えい、ダメか。でもまあ個人的にやっぱね、使いやすいな、やっぱ個人的にそこそこ使えるな。まあそれぐらい強いってことなのかもしんない、お手軽でね。はいはいはい、きた、パワーダンク、はい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 、おい、さあどうする。ここだろ、おい、7なら俺はバンジャード数で使いこなせなかっただけであって、こいつは使いやすいんだろうな、自分からすると。あ、やべ、あ、やばい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 、くそ。さあどうする。確かこのゴーの時にね、なんか適当にガチャガチャやればね、できんだよ。オッケー、そういうこと、できたできた。なんか B 横の時にガチャガチャやる、このゴーの時にガチャガチャやればなんかいけんだよ。オッケー、全然オッケーじゃねえよ。全国のテリー使ってる人みたいな、これ泣くぞ。いよいよ5人目、太もも教師ことベースです。おかしいでしょ。その言い方おかしい。風化雪月から参戦、太もも教師ベース。見て、太もも。ね、ゼロスーツサムズとか見たけどさ、ついにいよいよ普通の太ももだからね。ゼロスーツサムズはムキムキの太ももだけど、ベースはただの太ももだからね。俺太ももしかないやつ多分。何出したらしてんの。飛び道具結構時間かかるってやつか。これ B 飛び道具っぽいもんな。まあ、結構やられる。おー、どこ行くん。あ、ワイヤー掴みか。ベースは全然わかんねえな。ここ最近出たやつやもんな。また FE キャラ買って、周囲では言われたけど、あ、撃てる撃てる。あ、結構なんか、2回押さなくちゃダメ？さあ、難しいところになってきたね。うわ、ちょ、待って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 。テリーに出して、俺はリーチで行くしかねえ。剣のリーチ、剣のリーチ行かしていこうぜ。いいね。このスマッシュとかのリーチすごい長いから、それで、牽制していけば、いけるよ。お、強い、何それ。え、めっちゃ溜めると強いじゃんこれ。え、何これ強っ。お、なんか強っ。お、なんだこの太もも今日最強か。はい、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、はい、オッケー、はい、オッケー、いいね。お、いいぞいいぞ、ベルさすがに強いぞ。お、いいね、この B 技が基本的になんかめっちゃ溜め、うわ強っ。うわ強っ。何これ強い。技強くね。すげえ。あー、やばい。え、何それ。え、すげえ、ただのワイヤーじゃない、相手を掴める。へえ、便利な復帰技持ってんな。オッケー、おい、
オッケー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 。 B 技が基本的に強いんだな、威力。パワータイプだね、思った以上に。思った以上にパワーあんね。オッケー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 。うん、おいおい、うわあいなんだこのキャラ、強えぞ。なんだこのキャラ強えぞベレス行くかベレスやってねえからな。レベル9のベレスどんなもんか見せてもらおうがないか。久しぶりだなカービィ俺に使われるカービィはかわいそうになってきたぜ。行くぜカービィ俺の使うカービィはカービィがかわいそうって言われるからね。おい勝負じゃ、どんどん行くぞ。リーチされ負けるから、それはストーンで分からせてあげて。マジか、やべ、メテオありそう。すげえメテオありそうじゃんお前。さあどうする。あーさすがにリーチされ勝負してくるね。あれ横スマ出ちゃう、クソ、やばいね。コントローラーのせいにしちゃいけない。今度のせいにしちゃいけないぞ。それは素直に下手って認めろ。何してんだあいつ、空振りばっかだぞあいつ。ちゃんと技当てねえぞ。 OK。 あマジか、それも当たんのか。くそ、うまいことカービィの俺の出せるカービィのポテンシャルを出していこう。うわー難しいオッケー、そうそうそういうこと。あ、でもワイヤー復帰やったよね、今、あいつ。ってことは、下手に行ったら、あいつ、下手に行ったら、あいつ、やられんのか、逆に。下手に行かない方がいい。焦ったら負け。カービィ焦ったら負けよ。俺のカービィ焦ったら負けや。焦らず。もう、いずれ倒せる。くそ。オッケーじゃない。なんで強すぎだろこいつ。ちょっと待てよお前、この太もも教師強すぎるぞ。オッケー、いた、戻る、よし戻った、よし来た、ワンツースイッチからのさらにいった、よし、おおすごい、なんかつながったぞ、なんかつながったっぽいぞ。あーすぐに返された。その上スマやべえな、その上 B やべえな。よし入った、うわー、ちょっと待って、久しぶり、昔の俺だったら9ぐらい勝ててたでしょ昔の俺9ぐらい勝ててたんだけどな、コンピューの。 OKよっしゃ、行ったか。え、なに、2回使ったぞあいつ。あいつウェビー2回使ったぞ。あいつ卑怯だぞ。あいつウェビー2回使った。今卑怯だ。あいつやってる。あ、終わる。何してんのカビどこ行くのカビどこ行くの、ここ。よっしゃー、よっしゃったー。お、盛り上がってる。まるでエボの決勝戦みたいな盛り上がりだ。怒られるぞ。頑張れ、やばい、よしいいぞ、感覚で脊髄で攻めろカービィ、脊髄の力で。あー終わる、投げあんま強くない。なんだそれは何それちょっと待てやお前、そのリーチはおかしいよ。カムイのカムコも相当だったけどさお前、なんだお前それ、え、届くのやべ、心理的に無理だ。大丈夫、焦らず行こう。おっしゃ、おし、オッケー、弱入れて落ちろ、やったタニア
ます。そうで何よりです。